明治時代に鉄道開通が始まりその後しばらくして駅弁が登場しました。 駅弁とは駅で売るお弁当のことです。駅弁は電車の中で食べるために作られました。その時、駅弁はとても高い高級品だったのです。それで駅弁を食べることが中産階級の証であったとも言われています。 鉄道が日本に幅広く広がり、駅弁もどんどん発展して、人々に愛されていました。昭和に鉄道旅行がブームだったので、駅弁も最盛期を迎えます。地方ごとに様々な駅弁ができて、季節ごとに具が変わり、ますます魅力的な食べ物になりました。 駅弁を食べることは旅の一つの楽しみだったのです。今は特急列車や自家用車など交通手段が多様化になって、鉄道利用者が減り、駅弁も数が減りました。しかし、その中で名物駅弁は今も人気があって、なかなか手に入ることができません。 明治時代に鉄道開通が始まり、その後しばらくして駅弁が登場しました。駅弁とは駅で売るお弁当のことです。駅弁は電車の中で食べるために作られました。その時、駅弁はとても高い高級品だったのです。それで駅弁を食べることが 中産階級の証であったとも言われています。鉄道が日本に幅広く広がり、駅弁もどんどん発展して、人々に愛されていました。昭和に鉄道旅行がブームだったので、駅弁も最盛期を迎えます。地方ごとに様々な駅弁ができて、 季節ごと肉が変わり、ますます魅力的な食べ物になりました。駅弁を食べることは旅の一つの楽しみだったのです。今は特急列車や自家用車など交通手段が多様化になって、鉄道利用者が減り、駅弁も数が減りました。しかし、その中で名物駅弁は、 今も人気があってなかなか手に入ることができません。<laughs>